え本日はブレイクタイム撮り鉄の旅のコーナーでございます。えー、興味のない方はスキップをしてお休みください。えー、本日のテーマは、やっと行きました福井県小浜線と、えー、いうことです。あのー、京都の,あの北の方にあってですね、すぐ近くなんですけれども、えー、ずーっと掘っていましたね、あのー、やっと行きました。 であのいつものようにあの今日紹介する写真は私の,あのウェブサイト電車のページというところに、えー、アップしておりますので合わせてご覧ください。 ええと、まずここから行きましょうか。ええー、と、これはですね、東美浜駅の近くですね。もう典型的な、あの、綺麗な走行写真ですね。あの、すごく、あの、天気も良くて、あの、本当に、なんか、なんでしょうね。まあ、知ってるからか、そうかもしれませんけれども、なんか、オバマ線だなって感じがする、結構な、そういう場所でしたね。はい。これもオバマ線ですね。これ、若山ですね。はい。あの、ちょっと、丘になっているところの、えっ、ー、と、温泉があります。 ね、あのそこの駐車場からあの見下ろす形で撮っておりますはい、125系。昔はここはね、あの、キハーが走ってて、機動車の,あの路線でしたけど、もうすっかり点火して、この馴染んでますね。はい、125系。まあ、ちょっと私としてはあまり見慣れませんけれども、うん、まあいいんじゃないですか。あの、2両繋いでますしね。 はい。それでは、あの、ちょっと、あの、地図を確認しましょうか。えっ、ー、と、これ京都ですね。で、ここ、湖西線、こうやって行ってね、あの、鶴ヶ経由して、あの、福井金沢と、こう、北陸温泉が走っている、えー、その、ま、いわゆる京都から出て、最初福井県に、こう、え、入る要所の駅ですね。その鶴ヶ駅から、この、若狭湾沿いをずっと行って、東舞鶴駅と、こうなります。で、えっ、ー、と、私は、あの、 この、鶴川ですね、この北陸本線こうやって行くのにですね、もうほんと100回以上行ってる、もっと行ってるかもしれません。以上だからもっとじゃないか。<laughs> で、この京都からですね、この山陰本線、で、この、えっ、ー、と、綾部っていうところからね、こうやってあの、えっ、ー、と、こっちだな、福知山行ってですね、こうやってあの、鳥取の方に行くんですけども、この山陰本線もですね、もう、もうこれももう100回以上。あの、とにかくここの、この2つはですね、私のあの、 うん小さい時から座ってきて必ずこう、えっ、ー、と、行くですね。結構主要路線で、本当にあの、あの山ほど行ってきたところなんですね。で、その、えー、この綾部から、えっ、ー、と、この再本線の特急と、綾部からこの、えー、舞鶴線だな。舞鶴線ってですね、えっ、ー、と、東舞鶴駅まで行く。ここまではですね、かなり行ってるんですよ。もう大学生の時もかなり行ったしね。ところが、この東舞鶴からこの向こう、 えっと、ちょっと通ったことがある上で、ほとんど写真ありません。で、鶴岡も先で、ね、ガンガン行きましたけど、ここから中に入っていくことはほとんどない。で、そういう中でですね、えっ、ー、と、まあ、今回ね、この泡の えっと、東三浜。えっ、ー、と、これはですね、この鶴ヶ池はちょっといただく東三浜駅っていうね、まあそこですね。はい。で、この、えっ、ー、と、この写真は聖浜って言ってですね、えっ、ー、と、小浜駅はここら辺なんですけどね。で、そこをちょっと、えー、左の方、えっ、ー、と、西側に行った、この湾岸を見渡せる、えっ、ー、と、まあ有名なスポットです。はい。まあ、あのー、最後紹介しますけれどもね、えー、北陸新幹線、えっ、ー、と、鶴ヶ駅まで延伸と。で、この鶴 鶴ヶ駅で止まるはずないので、本当は計画としては、こうやって大阪が京都にね、こうやって行くはずだったんだろうし、行くのか行かないかよくわかりませんけど、とにかく鶴ヶまでは、えっ、ー、と、次の3月に、えっ、ー、と、延伸してくるということで、まあ、あの、それでね、オバマ戦なくなったことはありませんけれども、えっ、ー、と、ここをずっとね、あの、北陸本線鶴ヶを抜けて、えー、福井金沢といったサンダーバード、いやこれはですね、えー、鶴ヶ駅止まりと、多分なるんでしょうね。はい。 じゃあちょっとだけ鳥鉄の旅なんで、鳥鉄っぽいところをお見せしていきましょう。東三浜駅ですね。あの、まあ、こうやっても、駅の周り見てもですね、すごい、こう、田園風景で、あの、もちろん無人駅です。はい、これ見てください。7月の末ぐらいでしたけども、40度。もう、とっても暑かったです。もう、あの、まあ、こういうね、40度近いところで撮影するのは本当にあの、命に関わる危険な <laughs> 状況で、あの、いろいろね、愛心が とかあの持って行っててはい。まあ、いろいろあの、工夫をしながら過ごしていましたけど、ちょっと温度計があったんでね。 これはみんなに見せないかんと思ってですね、撮っておきました。はい。で、これはあの、今ね、えっ、ー、と、お見せしていた東見浜の、えー、ところですけれども、こんなとこから撮ってますね。えっ、ー、と、これ、右側がさっきの駅です。で、えっ、ー、と、3分ぐらい歩いたらこういう踏切があって、ちょっとこう渡ってね。で、えっ、ー、と、今の写真はここをこう、通ってくるとこですね。あの、普通に安全に撮れる写真でございます。 はい。じゃあ最後この写真見て終わりましょうか。鶴ヶ駅ですね。はい。で、一番あの右側といいますかね。えー、ここにあのオバマ線の車両がこうやって入ってきます。で、向こうがあの北陸本線のね、結構メイン、まあ主要な、えっ、ー、と、ホームになりますね。で、えっ、ー、と、これ次回紹介しようかなと思うんですけれども、あの向こうに北陸新幹線の、えー、橋桁といいますかね。えー、ありますね。もう、できてます。で、あとは、 ええと、あ、そっか、この前、試運転とかね、あの、ええー、してるとか言って言ってましたから、あの、まあ、そうなんでしょうね。これ、サダバードですね。たまたま止まってますね。はい。まあ、こういうのが、ここで、止まりと、なるのかもしれません。いや、なるんだな。はい。まあ、とにかく、この、私よく知った、この、鶴ヶ駅ですね。もう、随分変わります。この、ちなみに、この新幹線が向こうあるところは、これ、昔、ヤードでしたからね。えっ、ー、と、 ここら辺にこう、電車区とかね、あって、ここら辺の土地使ったんですよね。機関区だったかな。ちょっとよく覚えてませんけど、あの、なんかそんなありましたよ。はい。まあ、いろいろ変わっていく時代の変わり目。まあ、その敦賀駅から、えー、今日はご紹介いたしました。オバマ線ですね。はい。ご視聴どうもありがとうございました。あの、また次、次はですね、あの、えー、サンダーバード。<laughs> ちょっと懐かしいんでですねあのご紹介したいと思いますのでお楽しみにお待ちください。本日は誠にありがとうございました。